熊本市交通局1060系電車は熊本市交通局に在籍する路面電車車両である1951年に160型として導入されワンマン運転対応改造の際に1060型に改められた。本校ではかつて在籍した1060型と同一仕様の熊本市交通局1050系電車についても記述する。こちらは 前年1950年の導入でワンマン改造までは150型と称した。先に登場した150型は1949年に導入された120系、130型に続く熊本市電で3形式目のボギー車である利用客増加に対応するため1950年7月に4両が大阪府堺市の広瀬車両にて製造された。160型は この150系の同一設計の増備車であり、翌1951年6月に3両が同じく広瀬車両にて製造された。熊本市電におけるワンマン運転の拡大に伴い、150系、160型にも1968年から翌年にかけてワンマンカーへの改造工事が順次施行された。この際、以下のように車両番号が900を加えたものに改められた。 自電路線網が縮小され2系統と3系統を残すのみになった後も全車残存したが1979年から1988年にかけて順次廃車内市電動貨車50型へ改造され冷房設置工事が施行された1063号以外は消滅した残る1063号は熊本自電で最古の車両として稼働を続けている1五十系 1060型は共に、反抗性、低床構造のボギー車である。全長は12.80メートル。幅は2.3226メートル。高さは車体高さ3.172メートルパンタグラフ。折りたたみ高さ3.805メートル。原型は3度アシャであるため、後から導入された1080系以降の2度アシャに、比べて車体が0.8メートル長い。また、前年導入の120系。 130型に比べて車高が低くなっている。自重は15.3トン、冷暖房設置車は16.4トンである。1968.69年施行のワンマン運転対応改造工事など、製造後の改造箇所がいくつか存在する。1063号のみに施行された冷暖房設置工事や、同車が残るのみとなった1988年以降の変更点については、 各1063号の動きにて別途記述する。車体前面、編集車体前面は、中央に幅広の大型窓を配する3枚窓のスタイルである。窓の上下にウィンドウシルウィンドウヘッダーを設ける。前面窓は、原型では、終電用トロリーポールの操作のため加工窓であった。後に、終電装置が変更され、この開閉方式である、必要がなくなったため、 順次188.190型や200型に習った上部固定、部上昇式の二段窓に改修された。頭部類は原型では中央層下に全小塔を正面から見て左手の層下に微塔を配置した。この内微塔はワンマンカー改造の際に改造され、低子塔と一体化したものが全小塔の両脇に付くようになった。この尾塔、低視塔は 当時のバス用尾と、方向指示器に広く利用されていた部品を転用したものである。方向膜は原型では前面から見て右手の窓状に設置されていたが、180系以降の車両と同位置の中央窓上へと移設された。ワンマンカー改造の際の変更点は尾灯のほか、ワンマン表示窓の設置や電動ワイパー、可動式車外バックミラーの取り付けが挙げられる。 車体側面、編集線63号の側面客室扉は、原型では、前、中、後ろの片側3箇所ずつに設けられていた。120系、130型と同様の配置であるが、中央扉を含め3箇所とも片開き引き戸になっている。導入当初は、通常3箇所とも、使用、換算時間帯のみ、中央扉閉め切りという形で運用されたが、 1953年頃からは、後部扉が常時閉鎖されるようになった。ワンマンカー改造ではこの後部扉が埋められ、H ゴム固定の窓に置き換えられている。扉の幅は、前扉が 80cm、中扉が 100cm。側面窓は、原型では、扉間に角4枚と車端部に角1枚、120K、130型に比して、 窓が大型化した点が特徴。窓は上下に分かれる二段窓で、開閉方式は上部固定、下段上昇式である。ワンマンカー改造後は、後部扉が、窓が H ゴム指示の一段窓ないし二段窓に変わり、窓配置は 1D4D51 となった。窓上部のウィンドウヘッダーが前面から側面にかけて独特なカーブを描く点は、神戸市電900型を模倣していると言われる。 側面部分におけるワンマンカー改造時のその他改造点としては出口、入り口の表示や車外スピーカーの設置が挙げられる。車体塗装、編集登場時、車体の塗装は上がクリーム色、下がパープルブルーのツートンカラーで1956年頃から追加で屋根部分がライトグリーンで塗装されるようになった。ワンマンカー改造の際、車体塗装は クリーム色を基調に、紺色の帯を巻いたものに変わった。後に、帯の色を緑色に変えたものも、標準塗装に追加されている。車内、編集客室は、最大幅2.06メートル、長さ10.52メートルである。車内の座席は、ロングシートで、前扉、中扉間に、長さ3.63メートルの座席を、その反対側に、長さ3.17メートルの座席を配置する。 熊本市電では150型から新造時よりモケット座席が採用されるようになった。車内照明は1960年頃から順次、傾向投下された。定員は、元は座席32人、立席48人の計80人であったが、ワンマンカーへの改造で座席34人、立席40人の計74人となり、 さらに1978年6月の定員変更で座席34人、立席37人の計71人に減少した。台車は1050系、1060系ともに、クソ金属工業が製造した KS-40J 型を装備する。製造番号は1050系分が H-2036、1060系分が H-2048。 この KS-40J 型はブリル 77E 型台車に類似する台車枠側両と平行に重ね板ネを渡す点が特徴の低床台車であり製造当時のメーカーにおける標準型路面電車用台車であった軸箱指示方式は軸ネ式軸距は 1626mm 車輪径は 660mm 主電動機は 出力3 8ットの東洋電気製造製 SS-50 型を一両につき2機設置する。この電動機は当時の標準機路面電車用標準電動機で、その主要所元は電圧6 0 0ト電流7 3ア,ンペア回転数 820RPM である。歯車比は59,14で、駆動は釣り掛け駆動方式による。制御機は、 東洋電気製造製の直接制御機 DB1K4 型を設置。制御方式は直並列組み合わせ制御であり、制御機のノッチは直列4ノッチ、並列4ノッチ、電線7ノッチとなっている。ブレーキ装置は日本エアーブレーキ製の SM3 直通ブレーキを搭載する。ブレーキ弁は広く一般的な PV-3 型を用いる。これらの電動機、制御機、 ブレーキ装置の使用は150型から1960年導入の350型までの各社で共通する。終電装置は当初前後1本ずつのトロリーポールを利用したが、ポールスタンドの一方を利用する形で1953年12月にビューゲルに取り替えられた。さらにワンマンカー改造の際、反転の必要がない Z 型バンタグラフへと置き換えられている。熊本電では、 1966年2月より1000系の投入によってワンマン運転が開始された。以後、1000型に準ずるワンマンカーへの改造工事が既存車両に対して進められていく。150系、160型への試行は遅く、150型は1968年8月から11月にかけて160型は 対象車両では、最後となる1969年1月から11月にかけて、それぞれ実施された。改造後は、九番号に900を足した番号へと変更された。ワンマンカーへの改造は、交通局で施行されたものと北九州の九州車両で施行されたものがあるが、1050系、1060型は、全車交通局で施行された。改造内容は前述の通りである。 なお、運賃箱は、施行前の1966年8月に当時、在籍の全車両に取り付けられていた。ワンマン運転方式は、料金ご払い制の後乗り、前折り方式。加えて1976年10月の運賃改定で、運賃制度が均一性から大距離区間制に改められ、整理券方式が採用された。この大距離運賃制時代には車内に、 整理券発行機や運賃表示機が備えられていた。花電車として運用中の電動貨車53号再生機には 25.2km に及ぶ路線を持った熊本市電であったが、1965年から1972年にかけて縮小し、半分以下の計 12.1km、系統では2系統と3系統が残るのみとなった。これに伴い車両も削減され、 ワンマンカーの反抗性ボギー車6形式系37両の体制に縮小された。この中で1050系、1060型は7両とも残存し、120系、130型がワンマンカーとならずに廃車されたことから、特に1050型は熊本市電で現存最古の車両となった。これらの車両は、 連接車5000系導入に伴う1977年の1086号、1087号廃車を皮切りに徐々に姿を消していった。1050系、1060系、系7両の中で最初に消滅したのは1050系、1052.1053号の2両で、電動化車50型への改造が1979年7月12日に完成、8月7日より、 日の国祭りの花電車として運行が始まった。これに前後する1978年から1980年にかけて、熊本市電では冷房設置工事が進められたが、1050系、1060型で対象となったのは1060、系1063号の一両のみで、工事対象から外れた4両は、夏場の運用から原則外れ、特に1051号は旧車となった。 1八十二年六月、追加で千五十一号も、電動貨車五十型に改造された。以後電動貨車への改造はなく、1八十五年三月二十九日付で千六十一号が廃車。さらに1八十八年六月三十日付で千五十四号と千六十二号が廃車となった。うち千六十二号については解体されず、交通局車横に据え付けられ、 交通局サービスセンターとして、同年8月1日より営業を開始した。以上の廃車、改造により1050型は、形式消滅となり、1060型についても3両の、うち1063号を残すのみとなった。したがって1050型に代わり1063号が、熊本市電の最古産の車両になっている。熊本市電では1978年8月より、 富士電機が開発した河川電源で稼働する冷房装置を設置したことで冷房化が始まった。1050系、1060型では1063号のみが冷房化の対象となり、1980年に冷房能力25000キロカロリー枚時のファド2225から2系集中式冷房装置が搭載された。冷房に続き、熊本市電では1979年1月以降、 座席下に電熱式暖房装置を設置する車両も順次登場したが、この暖房設置改造も1063号に限って行われた。こうして、冷暖房設置の上残存した1063号で、あるが1982年以降8200系、8500系、8800系、9200型と心臓ボギー車が相次いで登場すると、 1060系の次に古い1080型とともに、主力車両の一角から尻ぞきやさら主事を中心に運用されるようになった。なお1990年代までのその他の改造としては、1063号単独のものでは、台車の交換、1994年10月施行の8200系、8500型に準じた塗装への塗り替えが挙げられる。また元々は二段窓であった。 正面中央の窓が1999年時点では固定1枚窓になっている。多形式と共通の改造には1991年4月からの列車無線導入に伴う機器設置、1998年3月からの乗車カード、トゥークマカード導入に伴う乗降口へのカードリーダー設置がある。方向幕更新前の1063号2003年。 熊本を舞台とする映画、彦ゆるやの撮影にあたり、1063号はクリーム色を基調に、紺色の帯を巻いたかつての塗装に戻された。映画が1980年代初頭の熊本を舞台とすることから、同年8月の撮影にあたって制作者側が車両を交通局から借り、舞台設定に合わせて外装を塗り直し、車内の両替機や運賃箱、 料金表も当時のものに取り替えて撮影に使用した。撮影終了後は元の塗装に戻される予定であったがそのまま運用に復帰。その後車体の傷んだ部分について大掛かりな改修工事が実施された。2013年にはかつて車掌が乗務していた時代に使用されていたチンチンと音が鳴るベルが乗車口に復元され12月24日よりベルが鳴る電車として 運転を開始した。ベルは車掌が運転士に対して安全確認完了を伝える出発合図に用いられていたものだがワンマン化されているためブザーの代用として発射時に鳴らされるようになっている。その他2000年代以降の自伝全車共通の改造には2010年度の常時記録型ドライブレコーダー設置。 2011年3月の系統名変更並びにラインカラー設定に伴う方向幕の更新。2014年3月の IC カード乗車券、電電にも可導入に伴う IC カードリーダー設置がある。また2012年度より1063号を含む1350型までの旧型反構成車22両を対象に2015年度までの4年計画で乗降口ステップかさ上げ。 内外装の再塗装、シート、床の張り替えなどからなる、自電車両リフレッシュ事業が行われた、書籍雑誌記事熊本市交通局1050系電車に関するカテゴリー、ありがとうございます。